い、レオンチャンネルの大量買いの動画へようこそ。今週はデラックス玩具的なものありませんが、プラモデルがいろいろ発売されましたね。そしてこれは一般販売ではありませんが、つい最近プレ版から到着したアイテムで伊豆02、ついに来ましたね。この辺は全部レビューする予定ですが、 V3 新骨頂カテゴリーで発売ということで、これも参考出品から結構引っ張りましたが、この間の91号のさ、真骨頂がすごかったから、うわやっぱさ、なんか昭和系の真骨頂の特別感が最近限界突破してんだよね。この辺も布でさ、ワイヤー入りで、色のこの成形色の絶妙なレトログリーンとか、少しメットを顔大きめに造形してあるとことかで、細かくこういうところが動きの邪魔にならないように動くんだよね。うわー、この辺のダブル台風とかも何かしらのタイミングで CSM になったりするのかな。やっぱアーツもすごいんだけど、普通の真骨頂になると特に昭和は別格感あるな、より気を使って触らなきゃみたいな、そういう特別感がある。やっぱすごいわ真骨頂。てかもうあれ、伊豆02も開けちゃおうか。これもアルト02がこの間展示されてたよね。あー、やっぱ小柄だ。でも肩アーマーとか割とこの辺りも含めるとまあまあ肩ごついんだけど、これは映画本編でもそんな感じだったので、うわちっちゃい、あちっちゃい、02なのにちっちゃいわ。おーすげー、超小柄。02はさ、僕あのソフビックスでめっちゃ気に入ってるフィギュアがあるから、それと全然頭身が違う。こんなのも専用造形でちゃんと女性体型で02発売してくれるとかやばいっすよね。ほらこんな感じでアルト様的なポーズを取れば、てかパッケージもグリーンカラーメインで伊豆っぽくなってんすよね。すげえ。ちょっとこれはまた紹介しよう。あとはサティミニッツシスターズから、最近ちょっとずつ買いやすくなってるから、前より、まあ相変わらず争奪戦にはなってるけど、ララネルのカラー B 変えたのと、ファラクトも HG 発売されましたね。エランはさ、強化人士の新しいやつがだいぶプレイボーイで、これまでのクールキャラが良かったんだけど、あのキャラで行くのかな。あとはブレイドのフィギュアライズスタンダードが発売されたのと、フィギュアライズスタンダード全然作れてない、ガンプラまあまあ作ってんのに。4070円が3250円で、ブレードに必要なパーツは一通りついておりますが、プレ版でプラスアップの必殺技用のオプションパーツセットもありましたね。あれは買ってなかったかな。てか箱ごついな。あとは前の模型賞でも結構この辺り普通のウルトラマン系のプラモデル押されておりましたが、その辺りも順次発売してきましたね。トリガーに続いてゼロ3300円が2640円で、細かい色分けが全部こうパーツの層になって再現されてるんでしょ、こういうような。それで2640円ってすごいですよね。あとはジョブレーバーの新作で、引っ越しの堺はこれどう見てもヤマトのやつのリカラーだな。同じだ、武装も。企業コラボはこの形でいくのかな。2970円が2370円って感じ。いろいろと発売しておりますので、特撮関連もフィギュアライズスタンダードちょいちょい出てますので、今週買い忘れがあった方はおもちゃ売り場へゴーしましょう。以上、レオンチャンネルの今週の大量買い動画でした。